はい、こんにちは、竹下敦です、本日ね、ご紹介するのは、こちら、ヤマハ製のカットギター、G150D です、音の方はね、こんな感じになります。ちょっと聞いてみてください。10年のね、時を経てるっていうのはね、すごいことだと思います。以前はね、弦高、この、フレットから弦までの高さをかなり低く設定してるんですけど、島村楽器さんですね、島村楽器さんで、かなり、ね、上げてもらいました。基準となったのはやはりね、オルフェイスバレーギターズですね。オルフェイスバレーギターズが結構弦高を高めに設定してるんで、それで弾いてるうちに、このね、ヤマハのギターも、弦高をね、高く設定し直してもらいました。でこれはね、もう相当こんな感じで、弦の方がね、傷んでるんですが、これもね、ちょっとやってみましょうか。ご紹介したピンタオかな、はい、こちらのシリコンオイル、これをね、ちょっと塗ってみましょう。どういう風に変わりますかね。本当に少量でいいんですよ。少量を垂らして、結構硬いんですね、これね。で、弦を1本ずつ拭いていきます。一番細いのが1弦、そして2番目に細いのが2弦、こちらがラウンド弦の一番細いのが4弦。4弦はね、かなり汚れてますね。ちょっと丁寧に言いましょう。シリコンで滑りやすいんですよ。4弦を丁寧に、このギゴギゴっていうことがね、すごく不愉快でしょ。このギゴギゴって音がしなくなるので、黒いのが取れます。ちょっとまた次の回で、説明したいと思います。これでやはり
主人がね来るんで、もう一度遊ばしょう。めっちゃ中段使いましょうね。もうちょっと禁じられた遊び弾いてみますね。張りがなくなりますね。これ今ダダリオじゃないな、オーガスチンですね。オーガスチンね、以前は大好きだったんですけど、これエリクサーじゃなく、ごめんなさい、ダダリオの良さを知ってしまうと、やはりダダリオはいいですね。10月になるとね、若干お金の方が、余裕が出てきますんで、そうしましたらね、こちらの方の、ヤマハの弦も大切に使っていきたいと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。シュースンです。ギター楽しい楽器ですよ。